巨人は5月19日に行われた広島戦、松田、2、3対9と敗れ、3連敗。これで広島本拠地の松田では今季はいまだ勝ち星なしと、鬼門、払拭はまたも果たせなかった。動画、坂本も称えた。各所から絶賛された8回、木並みの強烈な打球を候補する門脇のプレー。先発の高橋麗が誤算だった。打線は初回、アドアの立ち上がりを攻め、 坂本隼と萩尾正也の敵地打で3点を先制。幸先のいいスタートを切ったが、その裏だった。先発の高橋が先頭の秋山翔吾にストレートの支給を与えると、こちらも巨人キラーで知られる末金翔太にスリーランを浴びるなど、あっという間に試合をひっくり返された。試合後、安倍晋之助監督は乱調だった高橋を含め、秋広優とドラフト3位ルーキー。 佐々木俊介、山瀬慎之介の降格を決定。代わって中継ぎの馬場康介、郡拓也、北龍介との入れ替えを決めたとされる。チームはここに来て3連敗で3位転落。一方、心配されているのは、開幕から遊撃を任されている角脇誠の状態にもある。カード初戦の17日のゲームでは失点につながった失策含め、 1>, 1試合2失策でリーグ最多タイの7失策を記録している。打撃においてもここまで打率228、19日現在、と苦しんでいるとあって、18、19日のゲームではいずれもドラフト4位ルーキーの水口裕太が先発で遊撃を守った。長く守っていた坂本に代わって、遊撃ポジションを任された角脇に何が起きているのか。9回内からも心配の声が出ている。 現役時代は対応、現 DNA で活躍、引退後は日本代表コーチも務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊二は5月19日に自身の YouTube チャンネルに、プロ野球解説、巨人が3位に転落、高橋礼に勝つ。あれがすべて、角脇にエラーで心配、阪神岡田野球で首位キープ。DNA、もっと上位に行ける、日本ハム、 守りに入るとダメ西武竹内惜しいと題した動画を更新週末3連戦の各球団の戦いぶりを独自の視点で解説している高岸は門脇に関して守りは大丈夫あとは打つだけの選手だったところを最近は打撃面でも陰りが見えるとあって心配としたさらに持ち味の守備では1試合に2失策 17日の試合では4回1・1・3塁の場面で、秋山のセカンドへの打球を、セカンドのベースカバーに入った門脇がファーストへ悪送球。ダブルプレーコースだったところが失点につながった。この試合では3回、先頭の秋山の打球をファンブルし、失策を記録していた。高木氏は4回のプレーに注目、投げる方のミスは全くしなかった選手が、 ゲッツーを焦ったかどうかわからないけど、一塁に悪送球で失点につながったとして、安定していた早球にまで乱れが生じているとあって、精神的にプレッシャーを感じている可能性があると指摘した。昨年はルーキーイヤーながら、玉際の強さなど堅守で存在感を示すと一軍に欠かせない選手となり、シーズン終盤から坂本に代わって、遊撃を任され、今季から本格的にコンバートとなった。 背番号も35から5に変更。内野の要として、さらなる飛躍が期待されていた。こういう選手が育ってくれると巨人も大きい、としながら、高木氏も、ちょっと角脇は心配だなと今後の影響を危惧する場面もあった。さらにこの度、降格となったサブマリンミニューで、高橋に関しては各球団の攻略が進んでいることを指摘。ファームの調整においては、 もう少し緩急、抜くボールの精度を上げていった方がいいと助言した。動画内では他球団の戦いぶりについても触れている。開幕から好調に飛ばしてきた巨人も同一カード3連敗とここに来て、ほころびが見え始めた。交流戦前最終となる今週の戦いの内容が一層、大事となりそうだ。